ストーンズと日テレ蜜月の始まり明らかに特別待遇な初の看板組とポスト、嵐金プリの絶妙タイミング。ストーンズにとって民放初の看板組、ストーンズの今日からプロデューサーズ。日本テレビ系が9月15日に放送され、高評価を受けている。同番組は、ストーンズ6人が新米プロデューサーとなり、 知恵と体力を絞った様々な企画で日本中の人をハッピーにしていくというもの。一般人を巻き込んでイベントを盛り上げたり、大御所芸能人のヒロミク59がゲスト出演と、バラエティーとして予想以上に力が入っていた。前半は、ジェシー28、京本大が29、高知優吾年齢非公開、森本慎太郎27が、 群馬県前橋市にある遊園地ルナパークの夏祭りをプロデュースすることに。作戦会議でヒーローショーを開催することが決め、ジェシーが悪役になり、本番ではアクションのプロデュースをする森本はバクテンを披露。園長も参加して、子供たちは大喜びだった。後半は、松村北斗29と田中樹29が、ヒロミに最高のビールをプロデュース。 まず、100種類のビールを取り揃えるビアホールで試飲して、最高の一杯となる銘柄を決める。続いて、ビール注ぎのレジェンドを訪ね、松村が究極の注ぎ方を伝授してもらう。そして、本番当日、趣向を凝らした方法でビールを飲んでもらうが、広ロの反応は、視聴者の X、旧ツイッター上の反響は、家族全員で爆笑しながら見てた。 多分、どの世代にも受けるテレビだよ。これっきりなのはもったいないのでぜひレギュラー化を。これ今回は広ロだけど、万宣できた芸能人をおもてなしプロデュースしよう。とかでも全然応用できるよね。レギュラー化いけますよねこれ、などと大好評だった。レギュラー化を希望する声が多いが、日本テレビ側も当然、それを意識しているだろう。 バラエティの出演機会が少ないドラマ班のメンバーを、京本正樹の息子、京本大がアクロバットができる森本慎太郎、高い演技力に定評のある松村、などと紹介するなど、明らかにファン以外の視聴者に向けての演出がされていた。